これがわかるか。全国民のバイタルビッグデータをもとに社会の行く末を予測する文明曲線ってやつだ。これをシェルの連中はご本尊のように崇めている。アプリカントはいわばシェルより上位の存在だ。俺がこのビッグデータにアクセスした結果、あるイメージが生成された。今から俺とお前のネットワークをリンクさせる。暴れるなよ。それがこの世界の行き着く先だ。やがて合格者たちの寿命が尽き、国民全員がロストすることになる。よぞ、人間はな、進みすぎた社会システムに対して失格したんだよ。失格。俺が人生を捧げた研究は、人間の尊厳を棺桶に閉じ込めることでしかなかった。棺桶の中で人間は苦しみに終わりが訪れることを望んでる。終わらせてやることこそ俺の役目であり、この世界最後の医者としての務めだ。シェルを破壊しなければこの生き地獄は終わらない。強欲な老人どもはお前を生贄にするだろう。それよりも俺と来い。二人で滅びを受け入れ、人間を一からやり直させる。やだ、やめろ、俺には関係ない。